阿蘇山観光バスとは、熊本県阿蘇市に位置する火山で知られる阿蘇山一帯を九州参考グループである参考バスが運行する観光バスの総称である。現在は阿蘇市内から阿蘇山ロープウェイの阿蘇山西駅との間を結ぶ登山バスが一ルート運行されている。なお、過去に二度ほど河口付近まで乗り入れるバスも運行されていたが、いずれも廃止されており、 現在は、加工付近に乗り入れるバスは、阿蘇山ロープウェイの代替である、阿蘇山加工シャトル以外はない。この項目では、現在運行されている、登山バスと、過去に運行されていた、路線全般について記述する。加工線に使用される、車両運行経路内末期から、遊び場前から、放泉前から、放泉京阿蘇総合センター、阿蘇温泉病院前から、阿蘇温泉入り口。 西前無電北市に出なりかうはなりかーたしろ。消防署前から、阿蘇土地改良区前から、阿蘇駅前、ユースホステル前から野営場前低草、千里、と、蘇火山博物館阿蘇山世紀運行会社。所要時間支払いは、現金のほか、サンクパス、熊門の IC カード多全国10社系、交通 IC カード、ワクワク1デーパス、熊本県内版において、利用可能。 予約は不要。この他、熊本市内方面より、九州横断バスが運行され、草、千里と阿蘇三西駅にも乗り入れていたが、2016年に発生した熊本地震の影響により現在は、草、千里と阿蘇三西駅ほか一部停留所への乗り入れは、休止中である。1960年代半ばから1980年にかけて、 加工周辺を特殊設計の車両によって運行されていた。詳細は、マウントカーの項目を参照麻生オープントップバス、空巡り概要編集これまで麻生山加工周辺へのアクセスとして、ロープウェイもしくは自家用車の2通りしかなかったが、2011年3月12日の九州新幹線全線開通したのを契機に、九州の中心に位置する熊本県のシンボルである、 阿蘇山へのさらなる観光客誘致を狙い、道山一帯を通常の観光バスから屋根を外した小型のオープントップバスにおいて集会を開始。オープントップバスとは通常のバスの屋根を取り外し改造されたもので、これにより阿蘇の大パノラマを堪能しながら道山の魅力を体感することができることをモットーとしていた。車両は これまで熊本で使用されていた小型のマイクロバスを参考バスが中古車として購入し、さらに屋根を取り払い側面の窓も従来より広くするなど約500万円ほどかけて改造された。改造は泉車体製作所。なお、日本国内におけるオープントップバスの導入は今回で4例目となるが、これまではすべて大型車両が使われていたとだけあって、小型車両での導入は、 日本初となり、活火山周辺での運用は、これが初めて。また、阿蘇山加工周辺への路線バスの乗り入れは、1980年にマウントカーが廃止されて、以来約31年ぶりであった。運行工程、所要時間、運行会社、編集阿蘇里阿蘇山中岳加工加工、見学阿蘇山中岳加工阿蘇山と、里。てんじは、ビニールの屋根をかぶせて運行していた。 2011年12月31日から2012年2月29日までの期間は運休。2011年12月と2012年3月においては平日の運行を取りやめ、と日宿日のみの運行となった。2012年3月31日をもって運行終了。車両は売却され、四国道後温泉プリンスホテルで使用されている。 運行経路急下村南阿蘇高森駅前、高森中央高森湧水トンネル公園入り口、白川水源入り口温泉センタールリ、阿蘇山西駅ヘリポート前低草、地里、阿蘇火山博物館、野営場前から、阿蘇ユースホステル前から、阿蘇駅前高森駅前,高森,駅前高森中央高森、湧水トンネル公園入り口白川水源入り口、温泉センタールリ阿蘇山西駅運行会社、 所要時間2012年4月1日からは、九州横断バスに、新コース、熊本南阿蘇黒川温泉線が、運行開始されることになり、これに伴い同年3月31日をもって阿蘇・南登山線は廃止された。阿蘇オープントップバスの愛称の決定について、九州参考バス、2011年3月20日閲覧、ありがとうございます。